では8月12日今日のソフトバンクオリックスの8回戦ゲームハイライトです。今日は先発ここまで3勝の和田剛、まず今日の立ち上がりご覧いただきましょう。三者凡退というスタートでありました。福田センターフライ、石村を空振り三振、そして吉田正尚もセカンドゴロに打ち取りました。オリックス先発の左腕田嶋です。田嶋の立ち上がり、こちらも三者凡退のスタート、まあ、中10日相手の今日は登板になりましたが、今宮、柳田、そして中村晃としっかりと打ち取ってきました。まあ、両投手好スタートを切りました。2回の映像になります。和田は今日立ち上がりから、まあ、とにかく、ね、安定はしていましたが、斉藤さんどの辺を今日の良さに挙げますか。まあ、全体的にボールのキレが良かったですよね。投げている姿も、ね、すごくこうリラックスしていて、投球フォーム の、 このリズムといいますかね、バランスも良かったですね。一方田嶋はどうですか。いやもうこちらも、ね、本当に負けてないぐらいね、非常にこういいボールが来てましたしね、彼の持ち味は十分こう発揮されてたかなという感じはしましたよね。3回は両チーム両投手パーフェクトピッチング。4回に初ヒットが出ます。ツーアウトランナーなしからこの吉田正尚のヒットです。これまでもうまいヒットでしたけどね。そうですね、まあ、ただその後ジョーンズを三振に取って0点という和田でした。一方田嶋の方も4回ワンアウトランナーなしから現在首位打者に柳田、これヒットにしました。続く中村晃、これをファーストゴロになりましたが、2塁アウトとの思いきやなんとロドリゲスがエラー、送球エラーで1、3塁になります。ただここをよく田嶋もしのぎました。栗原ショートゴロダブルプレー、ホークスもチャンスを生かせず0点。ゲームが動いたのは5回です。ツーアウト2塁3塁からバッター松田です。下位打線で作ったチャンス、松田が初球を逃さずレフトへの2点タイムリー、先制点をソフトバンクが挙げます。さらに6回です。この回先頭の柳田、あこれもサルさんなんかうまく打ちましたよね。うん、そうですね、まあ、少しね狂わせてますけどね。でスリーベースの後中村がタイムリーヒットで追加点を挙げます。3対0、2人で挙げました。和田は6回まで無失点、7回のピッチングです。ワンアウトランナーなしから吉田正尚に今日2本目のヒット、ジョーンズライトライナーの後 T 岡田にもヒットをされ、これでピンチ、このピンチを作ったところで和田が交代になりました。2番手高橋で、その高橋でがデッドボールを与えて満塁、バッター若月を迎えます。ここよく抑えましたね。まあ、そうですね、デッドボールの後のね、満塁というところで、よく抑えましたね。3対0でゲーム7回、ツーアウトランナー1塁、バファローズ4人目の斉藤幸喜、柳田がライト前ヒット、中村フォアボールで満塁になってバッターは5番の栗原涼也を迎えます。その栗原がうまくこれもショートを右破っていくタイムリーヒット、追加点を挙げました。7回の裏、まあ、柳田は二塁ランナーとしてちょっと方面帰ってこれませんでしたが、貴重な4点目が入りました。8回です。ホークスは泉が登板しました。その泉ノーアウト1塁から足立をショートゴロダブルプレーに打ち取っていきます。そして福田を三振としっかり役目を果たしました。1位、そして8回2アウト1、3塁となってバッター増田、今日2本目のタイムリーヒットで打球して5点目が入ります。さらに1、3塁となって1番の今宮、内野は高めに来た落ちないコースを捉えてレフト前タイムリーヒット、6対0。点差も広がりましたので9回は今季初登板の奥村、ツーアウト2塁から T 岡田を三振取ってゲームセット、6対0で勝ったホークス3連勝です。